第324回トイック公開テストですね。二日酔いで2時間睡眠で。それではそれぞれのパートの感想を言っていきたいと思います。全く同じ語法が出題されてましたね。じゃあなんでトイックの問題がね難しいのかっていう。始まりました。もちゃチャンネル。さあ、受けてきました。トイック公開テスト。第何回ですか？土曜日ですね。今回は。6月10日、午前です。何回って書いてくれてない。第324回、トイック公開テストですね。はい、受けた皆様お疲れ様でした。今回はですね、二日酔いで、2時間睡眠で、頑張ってきました。いやー、しんどかったな。なかなかこのね、眠気との戦い。もう試験始まるギリギリまで眠ってるというか、もう目つぶってて、でも夢みたいなの見てたからな。で、目覚ましてパート1、2、やっで、3、4でまためっちゃ眠くなって、長く読まれると、あーってなって、で、3、4終わってトイレ行って、このままじゃ寝ると思って行って、で、5、6でまたシャキッとして、でも6の途中ぐらいからしんどくなって、7はめっちゃ眠かったですね。よりによってでも7むずい。いや、しんどかったな。これはやっぱね、二日酔いはおすすめしません。本当に。絶対やめた方がいいです。もう昨日何だっけ、いろんなの混ざって飲んでるからやばかったな。はい、それではそれぞれのパートの感想を言っていきたいと思います。まずパート1ですね。まあ最近やっぱ難しくなってるよね。まあ普通と一応しておきますけど、1問あれってなったんです。そうだから、僕は全部を聞く前にマークしちゃうので、もうこれだと思ってでマークして、その後に聞いて、あれこれももしかして正解っていうのが出てきて、あれってなったのが1問ありました。まあ最近は本当難しい表現も出てくるようになったんで、最近の中ではまあ普通ですね。ただ昔と比べたらだいぶ難しい。それでパート2はこれは普通としておきますね。最後の方にやっぱり変化球がドドドドドッときた感じですね。直球が多くて、で変化球もでもそれほど難しくはなかったですね今回。ただ最後の問題だけあれってなったね。ちゃんと集中してなきゃダメだったな。だから1問だけ難しかった。で、パート3。ああ、もうこっから難しい。まあ頭働いてないのもあるんだけど、いや、それを加味しても難しいと思いますね。やっぱり表現だったり場面。こんなの出んだ、みたいなのはありました。それはパート4も同じかな。3よりは優しく感じたけど、それでもやっぱり、ってなったのが何問かありましたね。やっぱ眠気で、さらにやっぱトイレ行きたいっていうのもあったっていうのはあるんですけど、まあそれをね、考慮しても、やっぱ難しいかなと思いますね。続いてパート5。いやー、これは人によって分かれるかな。普通っていうのと、ややなんかなっていう感じかな。ああ、こんな風についてくるんだみたいな問題がありましたね。まあ、全体的には、まあ、普通だと思うんですけど、やっぱちょこちょこ、って思うような問題を入れてきてますね。多分、一個は、まあ、相当な人が間違えてるね。まあ、受験英語で習うやつです。だ大学受験の勉強してる人だったら、はいはいはい。で解ける。でもトイックの勉強をしてる人は出会ってきてないと思うので、結構厄介だったんじゃないかなと思いますね。あとはまあメンバーシップやってますけど、僕のねレベル2のトイック講座で説明したやつ出てましたね。思いっきりバッチリ出題されてましたんで、やっぱトイック流行りありますね。あー、このパターンまた出題されたっていうのがだったんで、これ2個前のやつ、前回のやつかな、なんかでまた同じ、全く同じ誤報が出題されてましたね。はい、ぜひメンバーシップもご覧ください。はい、そしてパート6ですね。まあこれややなんかな、ちょっとやっぱ話がってなって、文挿入問題だったかな、1個、これどっちだよってなったのがありましたね。やっぱちょっと文挿入問題がレベル高いかなと思った。場面がやっぱ思い浮かびづらいかなと思いましたね。最後にパート7。あ、これがむずい。もうなんですね。いやー、厄介だった。非常にめんどくさかったですね。1個文挿入1問題。これがめちゃくちゃ難しかったよね。まあ消去法で考えてこれだろうって思ったけど、それでもいやむずい。すっごい悩んだ。時間をかなりもぎ取られてしまいましたね。で、貯金が相当削られちゃった。で、ダブルパッセージだっけ？トリプルだっけ？なんかすんごい長いのあったよね。全然答えに関係ないとこがずらーって書かれてるやつ。あれなんだよって思ったけど、トリプルの一つ目か、あれが。でもそれがすっごく難しかったね。めちゃくちゃ難しくて、超時間取られたな。やば、これ終わんないんじゃないのって思ってね。そう、いつも時計持ってかないんですけど、今回は全然前に座ってる人の時計が見えてたんで、
5分ぐらいの貯金があったんで、ああまあまあいけるだろうと、まあこうやって眠くてね全然別のこと考えちゃうっていう状態だったんですけど、いろんな問題で、でまあ5分を貯金があるからっていうので、そのトリプルの1個目でうわやばってなって、まあ大体ねトリプルは早く解けることが多いんですけど、パッ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 と答えに関係あるとこ見つけて、状況をまず理解するまでにかなり時間かかっちゃってやばかったな、相当大変だ。ダブルも長かったかな、まあいや、はい。でただ2個目解けてトリプルパッセージで、3個目のトリプルパッセージが優しかったんでさささっと終わったんで、で戻りました。戻ってやったんだけど、まあ1個の回答根拠がかなり微妙だったな、消去法で結局やったけど、っていう感じかな。なので多分だから2、3、4、7にあれって思った問題があると、これ合ってっかな、正解できたかなっていう不安な問題があるっていう感じですね。じゃあなんでトイックの問題がね難しいのかっていうですね、なんで最近のは昔のよりむずいのかっていうわけなんですけども、まあさっき言ったようにまずは長さだよね。長い、こんなに長い文章あるんだっていうのは思ったんですけど、ここ最近で一番長い感じだったな。だから分量が一番多く感じましたよ。そしてやっぱ難しい表現が出てる、いやこんなん出んだみたいなのとか、ああしばらく出てなかったなみたいな、ポイズドとか出てたな今回ね、だから懐かしいって思いましたけど、ね、準備ができてるみたいなのかね出たりとか、あとはやっぱり場面だよね、場面が浮かびにくい、まあリスニングでこんな場面出すかとかで、リーディングでもこれどういう状況なのっていう風に思わせる、これは本当に厄介、めちゃくちゃめんどくさい。でさらにはもう満点を取らせないための引っ掛けを用意してるみたいな感じが伺われますね。やっぱ満点ホルダーたち最近苦戦してますもんね、なかなか取れないっていう状況になってるんで、昔よりそこがさらに巧妙になってんじゃないかなっていう印象ですね。やっぱこのポイントを難しくすることによってですね、 ETS はですねトイックで満点を取らせないっていうね、はい、トイックで高得点ね取ろうとしてくる人たちを潰すっていうのがねちょっと見えて取れますよね。いやー辛かった、しなかった、ちょっと寝ます。もうこの後ね、はい、生配信ありますので、ぜひともそちら生配信見ていただいて、また反省会のねライブやりますので、そちらでまあ受験された方ね、ぜひご意見お聞かせください。はい、いやー辛い、ちょっと寝てすっきりして配信に臨みたいと思います。よろしくお願いします。そしてまあベーシスではね今返金キャンペーンやっておりますので、ぜひともそちらご覧いただきまして、800点突破と700点突破で返金、800点で4割700点で3割でしたっけね。返金キャンペーンやっておりますので、ぜひともそちらもご覧ください。概要欄貼っときます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。さあ、これから編集だ。この動画を編集するんです。はい、そこのあなた、ここで離脱しない。今すぐ、公式 LINE に登録して、お家に帰るまでが遠足ですよ。こちら、森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら、TOEIC 800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方も、そうでない方も、ふるってメッセージをください。皆さんからの LINE、楽しみにお待ちしておりますよ。